はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回も SG 高校ですね。で、今回のテーマとしては田中山くんですね。田中山くんを使用していきます。まあレベル35にしたので、で、田中山くんは基本的にはテーブルの方はやる気効果アップのデッキですね。やる気効果アップ 100% がついて、ボーナスがついて、タック 80% と、まあ、一番使いやすい、デッキになってますので。で、かつ、金徳が魔術師。で、骸骨の守備職人を自分で持ってて、あともう一つはバンと丸しかないので、コツもかなり掴みやすいかなと思います。で、編成はこんな感じですね。ライチの PSR をお借りして、前に後読んできてます。まあ、打てて守れる、キャラを目指して作っていきたいかなという感じですと。じゃあ練習の方、始めていきましょう。これは二人いる、ここかな。やっぱりね、前キャラがね、ちょっと、なかなか悩むんですよね。タイガーをね、使おうとすると、どうしてもね、初級が欲しいので、せっちゃんとね、絡めたくなるんですよね。まあ、ライチがね、初級骨をね、くれるかっていうと、ちょっと怪しいところがあるんで、ここは田中山くんですね。で、田中山くんの金徳は、守備力が高ければ高いほど、成功確率が上がるんで、まあ、1回目が発生したら、守備を上げていきましょう。田中山くんは、金徳2回なんで。これはここかね。あとは、せっちゃんが、来てくれて、クリスマスに間に合えば OK と。田中山くんね、しかもここで、体力もね、回復するんで。まあ、固有持ちではないですけれども、全然強いキャラだとは思います。どうしようかな。また、なんか微妙な感じだな。滝本の評価を上げるか。ここでせっちゃんが出て。まあ、基本的には彼女になるまでは、せっちゃんを追っていきましょう。で、まあ、ここから一応ユニットは編成して、レンジャーは入れますと。バウンサーはまだいいかな。滝本じゃなくて、ライチと、こっちの滝本を入れましょう。まあ、これでいいでしょう。まあ、基本的には発射してれば、マジで発射してればね、なんとかなります。最初は。最初のね、前段発射は、果たし上でもね、やるテクニックなんで。で、しかも今回、アプリと違ってコントローラーなんで、いかに早くね、前段発射できるかっていうのが、ポイントになるんで、果たし上とか、いや、あんまり回数こなしてないですけど、マジ無理っす、あれは。前回のやつもね、多分、ゴーストバスターで、カラスを使ってるんですけど、基本的に上位のやつは、お、これはいいね。せっちゃんを確かめなかったけど、練習できる体力じゃなかったからな。よし、体当たりが来なかったんでいいでしょう。まあカラスはね、やっぱり上位のところで使いたいんで。あ、たまにね、あれなんですよね。10% か。やろう。用心警護ね、7とか6とかでもね、カラスはね、投入します。そのコツとのね、兼ね合いがあるんですけれども、失敗したくないときは、ちょっとそこでも発動しちゃったりしますね。お、これは、なかなかいいタイミングで足が痛み出したな。この、なぜか体力最大値が上がるっていうのも、いいっすよね、日野くん。お、これもなかなか美味しいね。
お、ラブパが発動した。さらに、ちなみにね、ちょっとわかんないんですけど、ラブパ中にやる気が下がると、あの別に経験点が絶好調の経験点じゃねなくなるみたいなんですよ。これちょっと検証したわけじゃないんでわかんないんですけど、そう言われてますね。せっちゃん、せっちゃんを追うか。これでね、冷やし中華が来ると冷やし中華が来るとね、さらにやる気が下がるんで、あー、ちょっともったいないといえばもったいなかったな。勇者だろ、めっちゃ進むな、この野郎。それでも勇者か。これは走塁でガードレベルを上げていこう。ここでのイベントでもね、体力下がるの何気に痛いんで。どうしよう。スライディングの特訓って言ってもね、これ取れないからね、電光石火は高すぎて。外野作ってる時とかだったら投げ込みの特訓すればレーザービームコツもらえるんで、まあ、そっちでもいいんですけれども、今回は特に、せっちゃんが3になってるな。せっちゃんが3になってるから滝本だな。で、滝本に関しては体当たりは取っておきましょう。直撮りで。猫髪をね、だから早く35に上げたいんですよね。で、足の速いキャラを作りたいと。混ぜるな危険の方は普通の方のイベントなんで、まあまだもうちょい置いておきましょう。そう、混ぜるな危険でもね、積極守備が手に入るんで、田中山くんはね、かなりいいキャラだとは思うんですよね。これはさすがにちょっと無理だな。ここで、ちょ、ミッション見よう。文化祭があったら文化祭をやりますか。ない。バント丸のコツがあったから取ってもよかったかな。おーいーこれはビフ的にかけるしかない。ビフ的何にもなかった。マジか。やる気がなさすぎる。田中山くんに関してはやる気デッキなんで、やる気が下がってるときはマイナスに働くんですよ。451って451ってマジか。でもまあ日野のねコツが来てるんで、やらざるを得ないっすね。ここまで下がるか。よし、盗塁。ああ、よかったよかった、やる気が上がってくれた。てか日野のイベントがめっちゃ起きるな。滝本はな、体力を削ってくるからな。っていうか、せっちゃんの告白が来ない。どうしようかな。ライチか。ライチあげとこう。お、滝本はね、基本的にやる気を上げてくれるんで、ま、今の状況では悪くないですね。さて、ここからメンタルのコツは結構いいんだよね。どうしようかな。メンタルコツでいくか。っていうか、せっちゃんマジ11月中に来てくれないとかなり不安なんだよな。これは定期イベントか。おい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 、眠れないのが多すぎだよ。不眠症になったー。どうしよう、せっちゃんに直してもらおうかな。ミッションを見ておこう。体当たりのコツとか、ここで取っておけばよかった。まあいいや。せっちゃん、お願いします。直してください。俺の不眠症を。かっこよくなかったか、今週の俺。いや、不眠症直してくんなくてもいいけどさ、とりあえず告白してきてください、マジで。
ここ、サイガをどうしようかな。ライチが少し少ないか。サイガを入れておこう。これ出すでしょ。で、上はこいつに任せるでしょ。で、これを下に持ってくるでしょ。で、こいつとこいつを発射して、これで、クマさんは倒せるはず。で、これ欲しいでしょ。ここら辺とかね、なんか少し早送りしちゃってもいいかもしんないですね。定期ミッションの3回目までは、ちょっと早送りするのもありかもしんないですね。何気に時間はかかるんで、実際どれくらい時間かかるのかは測ったことないから分かんないけど。まあ定期ミッションについてはね、大した見どころもないんで、じゃあここを寝てチュンチュンに任せるか。ダメだ。やばい、12月に入ってしまった。せっちゃんマジ何してんの。何してるっていうか、チームメイトのみんなだよね。やばい、もう2周だ。ここで来なかったらこれは来ないな。日野上げておくか。12月の3週は後イベが普通に SG 専用のイベントが来てるんで。来ない。これはどうしようかな。あんまりな、技術も余るわけじゃないからな。豪快なバッチングにしよう。で、これはもう寝るしかないな。一応ミッション見るか。あ、文化祭のパトロールにしよう。びっくりマークついてるし。よし、これでいこう。12月の3週に文化祭やるってどういう高校だよ。めちゃくちゃ寒いだろ。これはこの2人にお任せしよう。ここら辺でね、あんまり見どころはないといえばないんで。タイガを出すか、下に。おお、バウンサーだとさすがに無理か。突破できなかったな。ま、1.5 倍になってたんでいいでしょう。せっちゃんは間に合わなかったな。これがね、なければね、いいんだけど。なんでクリスマス前に。クリスマスを矢部くんと過ごすのか。悲しすぎる。そうか、俺さらに不眠症だったな。23% か、田中山くん。まあいいや、多少危険を犯していかないと。クリスマスが一人だったんで。よし、守備職人と。初詣に行きましょう。どうしようかな、じゃあ。健康に過ごしてみる。体力少ないし。中吉、まあいっかな。これででも全部で50ポイント入ったってことでしょ。ライチがいるな。ライチはムード丸を取っておきましょう。ムード、ムード、ムードはどこだ。あった。筋力ポイントが多いんだけど、コツをくれるか。やっぱり筋力ポイントか。ここら辺のね、成功確率とかも
ちょっともっと細かく知りたいよな。お、いいねいいね、積極打法。てかせっちゃんマジとりあえず寝よう。不眠症でも発動しないね。それもまた珍しいな。待つでやんす。ミッションにびっくりマークがついてる。主人公の役割変更は必要ないな。ローボールヒッターがあるね。レベル10のスナイパーが一人必要。いるそんなやつ。居抜きがいた。これで、全員のスナイパーレベル1か。で、今日の練習メニューどうだったっけ？あ、大したことないな。ってことは、ローボールヒッター取ろう。よーし。で、1月の4週か。まあ、せっちゃんからチョコはもらえるんで、ここはちょっと練習をしていきましょう。2回練習できるっしょ。滝本。これはこっちだな。マジ告白来ないな。そしてコツもくれないな。あ、来た。ここで来てもね、2月の1週のバレンタインだ。彼氏になる。基本的に女性から告白されるからな、こいつら。ほんとすげえよな。どうしようかな。これは肩に行くか。まあ、才賀がいるから筋力ポイントも少し多めでしたね。これで第一のイベントが終わったか。あとはせっちゃんとのデートをうまくこなしつつといったところですね。田中山くんのイベントが起きてないんだよな。滝本はね、よくコツが来てるけど肝心のコツをくれないっていう。本当にこいつは筋力マンだな。滝本とライチが入ってるからな。この二人は本当に筋力ポイントしかくれんっていう。犬気を入れたまんまになってるから、ここをライチにしましょう。あ、滝本の方がレベル高いか。よし、クマちゃんは早急に始末をすると。で、こいつは一人で大丈夫でしょ。これ取りに行くでしょ。罠にかかるでしょ。で、竹本を派遣するでしょ。で、主人公やって、で、こいつ取りに行って、で、滝本で大丈夫でしょ。 OK OK。 で、クマなんで、これを取りに行って、まあ罠にかかっちゃったけど、あれはほっとこう。まあ、あのクマも一回バウンサーで弾いとけば問題なしと。監督をね、基本的に追わなくていいっていうのが、ほんと助かるよな。これは美味しいな。せっちゃんプラス、ダブル筋力と。ラブパ、ラブパ。一回も不眠症発動してないけど、そろそろまずいぞ。そもそも、イベントが起きなかったし。
いや俺本当に不眠症なのこれこれはさすがに無理でしょう。というわけでデートをしましょう。これね、せっちゃんこのタイミングだと1回でもどこに行くみたいなイベントが発動するとちょっときついな。距離を伸ばそう。まあこれはねもうチームメイトの評価大丈夫だからね。ミッションにびっくりマークがついてる。役割変更か、へっすらね。居抜きの趣味2か、これは無理だな。フルヒッターはマジいらないからほっといて、おとなしく練習をしますか。てか筋力がだいぶ溜まってきてるな。てかパワヒト降格パワヒト降格も来てないよね。コツ、滝本か、 30% はな無理だからな。チャンスは潰すぞ。アーティストだけ、アーティストレベル2はレベル2だけどさ、パワヒト降格が、守備職人はね田中山君が失敗する恐れあるからまだ残しておきたいんだけど、田中山君のイベントが全く進まないな。ちょっとイベント運がないですね今回は。これは普通の SG イベントと。コツが来てない。火の粉災害。てかそろそろパワー上げるか。とりあえず金徳が終了と。田中山くんマジ何やってんだやっぱり後入れがちょっときついかな筋力ちょっと待ってマジで上げよう。守備系のキャラっていうよりはどっちかっていうと筋力キャラになりそうだな今回。まあそこそこ守れて打撃に強いみたいな。いやーこっちじゃないんだよね田中山くんよ。ここはさすがにちょっとデートをしておかないとまずいですね。まあ平野にはやっておくか。対エースは別にもらってないんでまだ。おおここに来たここで来たか嫌なタイミングで来るな。ライチかー、どうするかなー。ライチも来んないからな本当に。ライチもこっちにかけよう。頼む降格打法、よしこれ降格はもう潰しちゃおう。おい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 、ここに来て、ここに来て不眠症が。これはもう無理、絶対無理。で滝本くんが来てるんで、これはもう降格は取っちゃいましょう。でパワーヒが欲しいな、阿部ヒよりはパワーヒが欲しいな。やっぱり練習か。ここに来て不眠症ひどいな意図的なものを感じるな何か。まあ、俺は今回不眠症と付き合っていく形になりそうだな。じゃあデートしますか。不眠症があるからデート回数も必然的に多くなるな。さて
特に何にもないから、特に何にもないから、特に何にもないからミッションを見よう。ゴーストバスターか、キャッチャーのコツか、いらねえ。果たし状が来てるけど無理。キャッチャーコツはさすがにいらないでしょう。果たし状、果たし状やる。もう一人のガードがどれくらい上がってるかだよな。41レベルか。間違えて、レンジャーを入れるとこだった。これでやる。もう絶対無理なんだよね。まあもともといい感じで進んでるわけじゃないからいいか。で、果たし状に関してはもうまず最初に全部出すと。あれ、出せなかった。でもね、なるべくね、もう押さえておくのは必要ないんですよね。とにかくね、出すと、もうとにかく出す、とにかく出すと。おお、はじけ、はじけ、はじけ、やばい、やばい、やばい。うおやばい、やばい、やばい。やばい、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 3個出してきた。これ使うしかねえ。で、あとは、このクマさんあたりを、なんとかせにゃあかんので。クマさんはバウンサーに任せよう。よーし、なんとかなったな。こういう時に限ってなんとかなるんだよな。内野安打と対エースか。とりあえずこっちの田中山くんのイベントは終わったけど、もう一個の方なんだよね。ちょっと魔術師がもらえないと田中山くんを入れた意味がないんで。ロード枠には出ましょう。いやー、でもまあ果たし状、そうだね、今結構うまくはいった感じかな。クリアできたってことは。で、ちょっとレンジャーを入れ直しますと。まあみんなね、なかなかレベル高かったんで、ガードの人たちが、そこが良かったかな。やっぱりね、少しね、テンパるところはテンパりますね。あ、これは下をお任せしよう。滝本、多分これはな、2つあるな。2つ発射する意味はなかったけど、2つっていうのもね、なかなかきついんだよね。レンジャーはね、やっぱちょっと取っとかないと、いきなり高速で攻めてくるやつがいるからな。で、これで下のクマは大丈夫でしょう。で、主人公やって、ちょっと厳しいぞ。あー、欲しい、これ。よし、大丈夫だな。 OK、 OK。 まあ果たし状はねクリアできたけど、もうカラスがないんでゴーストバスターとかは多分無理だな。ゴーストバスターも基本的にカラスをね使っちゃうんですよね、どうしても。6月か、サイガか。あと4がちょっときつかったかな。ミッションにひっくりマークがついてるけど、用心警護6か。技術がめちゃくちゃ入るな。月通崩しも入るといえば入るけど、どうしようかな。用心警護6もね、難しい時は難しいからね。っていうか、せっちゃんのデートがあと何回、あと1回で終わり。タッグを見てみよう。安定してこっちを狙うか。失
敗する恐れがあるからな、用心警護は。で、デートをこなして、うん、これでとりあえずせっちゃんが完走して、一球入魂と。でようやく田中山くん1回目か。ここで一応守備を上げておくか。基本の守備力と、まあ、A まで上げたいけどね。 A まで上げちゃおうか。よし。で筋力もやたらあるな。マジか。筋力余りになりそうだなこれ。走力があるけど、あーパワーヒッター来てないんだっけ。最悪パワーヒを直撮りする羽目になるなこれ。いくら筋力があるとはいえ、ライチ君パワーヒ練習まあ練習で稼いで、うおーここに来てこのメンタル日野か。なんかくれ。盗塁サイガか。ただこれでサイガが終わったから、あれあと終わってないのってあったっけ。まあとりあえず全てのイベントをね完走できればいいんだけど、いいんだけどもう予選が始まってるからなかなか厳しいね。ミートを上げていくか。ちょっと D は欲しいな。いく？おいったね。でパワー比がないから弾道は2にしておかないと厳しいでしょ。走力も上げておくか。 C くらいにしておく筋力マジでめちゃくちゃ余ってんな。これパワー比直撮りしようかな。まあ、滝本ねとねライチのくれた筋力を合計していくとそれなりにもらってるはずだから、まあ、直撮り分くらいにはいいのかな。結果往来的な。ちょっと待ってちょっとずらしちゃったよ今。パワー比がないとさすがにちょっときついんだよねホームラン打っていくのが。これは見逃してコントロール G か。ほらとりあえず1本目。3回しか回ってこないかな。さすがに失投多いなコントロール G は。まあとりあえずホームラン2本打ったからちょっと経験点は低そうだけど39か。まあよしとしよう。田中山くんここで田中山くんが来てもね、守備職人どうするかな。ミッション見よう。用心警護高速チャージか。100人組みて、うわー微妙ー。ちょっとこれは微妙だから、メンタルやっとく。田中山くんイベント、おお来ない。最後最後の固め打ちをどうする。固め打ちはこれ自画撮りしよう。で最後と練習をして、これでパワー引くれるでしょう。よーし、今のはね固め打ちを直撮りしてもいいところだとは思います。であと1回イベント起こる可能性はあるよね。甲子園終わった後でも。甲子園じゃねえや、技術が足りねえ予選が終わった後でも確か後イベ起こったと思うんだけど。お待たせいたしました。田
田中山くんのな魔術師が起きないっていうのはかなり誤算だったな。金沢初球引っ張ったスタンドに入りました。ファール第2球投げた。やばいやばいやばい、技術が足りないね。技術が投げた、きた、いった、入った。おいおいおい、セキュリティガード同点のチャンス。めちゃくちゃ点を取られた。ランナー一塁三塁、これは、おお、いった、ギリギリ打ってはくれるな、うちの人たちみんな。あれ、1球入魂も取ってなかったっけ。危ない球、投球はこれから3球目。バットの先、抜いていった。まいった、セキュリティガード。なんだかんだで、うおい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 、8対9って、マジ危ねえ試合だな、これ。今日6打点を挙げています。打った、これは強烈、いった、オーケーオーケーオーケー。いやー、ほんと怖い試合だな。俺何点取った、ちなみに。8打点これなかったら確実に負けてたな。おいおいおい、ここで、そうか、そういえば俺は不眠症だった。ここでチュンチュンかけるか。お、チュンチュン、おー、ようやく治った不眠症。あー、田中山くんの魔術師が起こんなかったよ、悲しいな。そして技術が圧倒的に足りないな、これ。どこにいるこいつ。うお、もったいないといえばもったいないよな。スカウト評価も上げてて、やっぱちょっと技術足りないんで、基本的に技術の練習をやっていきます。でちょっとパワヒがないときついんで、アーティストも取っておこう。電光石火225か、相変わらずの高さだな。総力キャラ3人くらい入れないと電光石火と高速ベースランって両方取れないんじゃない。総力をそれなりに高くしてさ、やろうとすると。セキュリティガードリードで迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面、金指第2球投げた、こいつだな、よし、いった。ミートもね、もう少し上げておきたいんだけどね、技術が足りない。技術が、先頭バッターは金指、初球落ちました、ショート、打ってしまった。セキュリティガードリードで迎える6回です。ワンアウトランナー、やっぱライチ1人いれば筋力キャラ大丈夫かな。投げました、2球目ストライク、投球は3球目、投げました、打った、センター前に出る、取りました。マジか、2アウトランナー、あと1回待ってこい。ていうか試合に負けそう。ワンアウトランナー1塁、これ追加点を上げておかなくては。これギリギリ入ったな。桜の宮ってキャッチャーまで持ってるよね、確か。筋力か、絶対余るわこれ筋力。スカウトがいるんで守備練しますか。足に爆弾を、甲子園に来て足に爆弾を抱えたか。こいつはあれだな、甲子園で足を酷使しすぎてプロになれないタイプだな。さすがに肩もね、ある程度欲しいんで、 D、C は欲しいけどな。てかマジで筋力余りまくってんな。だってまだ守備職人も取ってないよね、コツを。コツじゃなくて、そのコツは取ったけど守備職人の特殊能力を取ってないよね。お待たせいたしました。2回の裏、セキュリティガード攻撃に入ります。トップバッターはこれはいい当たりだ、いった。ライチを入れるときはちょっと筋力キャラ、セキュリティガード1回で大丈夫そうですね。ワンアウトランナー1塁3塁という場面、パワー S とかに持っていかない限りは。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で金指、初球打ち引っ張った、ファールボール、投げました、おお。ただやっぱりパワーがあるとね、めっちゃくちゃ持っていけるな。今日3打席連続でホームランを放っている金指、フォーク、
ってかさ、こういうさ変なマスクしてさ甲子園に出ていいものなの？その甲子園ルール的にはパピオンとかさ夏にさこんなん着てたらめちゃくちゃ暑いだろ。絶対どよめきが起こるよね甲子園。マジなんだあいつみたいなで、最後の練習は筋力かどうするこれマジで。日野くんのコツがあったとはいえさ、絶対これが余るでしょう。パワー A まで持ってって、だってパワー S に持っていく技術が足りないもんそもそも。で一応ちょっと補給は上げておくか。まあ C、あーであとそうそもそもの1球入魂取ってねえし、1球入魂取ってねえし、守備職人取ってねえしだしローボールヒッター使おう。で、あ、初球が取れなくなった。まあいいや。あとはここで点数を稼ぎに稼いで13でしょ、14スカウトがいるからこっちにしよう。ちょっとなイベント運が微妙だったな今回は。果たし状をねクリアできたのはでかかったけど、やっぱり全てが噛み合うっていうのはなかなか難しいですね。これはちょっともう一回作り直しをする必要があるかな。まあ、今回のね、動画はちょっとね果たし状がクリアできたんで一応あげますと果たし状ねクリアできてなかったらね多分お蔵入りになったと思うんですけど。打ちました。投球これから2球目。感染果たし状クリアできたのはね、あのカラス使ったとはいえ結構嬉しいんで。セキュリティガード、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは初球アウト。セキュリティガード追う展開で迎える6回です。バッター金指、これはちょっと見逃しておこう。第2球投げた、危ない球、151キロか。投球はこれから3球目。きたー、いったー。アーサーのうちにねやっぱりホームラン2本は打っておきたいですよね。ランスに変わってる恐れがあるんで、まだ変わってないか。今日2本のホームランを放っている。初球から打ってった。投球これから2球目。おいし、失投かよ。おー、いったか。微妙にずれてたけど行きましたねまあ負けたけどね、それはしょうがない。で今回ねスカウトをねそれなりに追った気がするんで、どうかな1位はないか。でもでここで対エースがもらえるんで、対エースは5ですね。これでいやーやっぱりね魔術師がなーないからな、なんだかんだでスタメン入りになるかって言ったらちょっと微妙なところはあるな。5700か。確かに、クリスマスをね一緒に過ごさなかった割には経験点伸びたけど、イベントがな、せっかくの田中山くんが全て無駄になってるからな。何やだ、ちょっとこう一球入魂取って、タイエース取って、守備職人取って、セカンドって高速チャージいるのよくわかんないけど取っとこう。で、まあ、せっかくだから盗塁てかさ電光石火って技術も99使うんだ。盗塁は20までしとくか。あとはパワーはいかないなこれ。足を上げておいて一応盗塁が20までだからね。で補給が上げられるから精神は余ったな。てかすげえ無駄になったなポイントが。意外性取ろう。満塁とかも取っとくか。ブロックとかはさすがに無駄だからな。ちょっと怪我しにくさ取るか。こんなもんか。であとは上げて適当にスタミナ上げて、これで105か。
というところで、まあ経験点的にはね悪くなかったんですけれど、ちょっとイベント的なものに、恵まれなくて、こんな感じになりました。まあ、総合力も悪くはないんですけれども、どうしてもねセカンドに魔術師がないっていうところが、微妙なところなので、こいつはちょっとスタメンには、入れられないかなというところになります。というところで田中山くんね、まあ、もしかしたらリベンジをするかもしれないので、まあ、その時はよかったらまた見に来てください。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。